平日昼間に自宅でリアタイ受講全日専用科講座動画の視聴ありがとうございます私レック専任講師根本障子と申しますここでは私が担当する新全日専用科講座そちらの説明をしていきますまずこの動画で一番伝えたいことを言いますそれはこちらになります多くの予備校の講義これは これは平日の夜もしくは土曜日曜が中心です平日の昼間に講義が聞けますしかもそれは生講義だけなく自宅でもリアルタイムで受講できますそれが今回この動画で一番言いたかったことですちょっともう少し具体化していきましょう 私が担当する全日参加講座こちらは月、水、金、10時から17時までの講義になっています実施形態はこちらの4つになっていますライブ講義、生講義は渋谷で行っていますまたそれ以外でも全国レック本校で同時中継がされています学校に通ってえ中継を受けるという感じになります また、3番「ズーム」こちらを使って自宅で受講できますそしてそれとは別個に4番「通信講座」ライブ講義のものを編集し通信で配信をしておりますこういった4つの受講形態があります。うと思うのがこの3と4の違いです。自宅で受けるって点では変わらないんですよ。 ズームと自宅同じじゃないのとって思うところなんですが結構違うんでですすよ一つは、ね、スケジュール管理全日通過講座こちらを Zoom で受けた場合は月・水・金10時から17時というふうに決まった時間その時に受けるだけで講義が全部消化できます一方通信だった場合 民法を1回目をいつ受けよう2回目をいつ受けようってことを全部つどつどことになります。このスケジューリングって結構時間取られるんですよ他にもありますリアルタイム感ですまあ同時中継しているものを Zoom で聞いているまさにその場でやってるので。 リアルタイム感があるのでやっぱ集中するんですね一方通信講座はどうかっていうと通信講座って止めるることでできるんですよ。止めて聞き直せるっていうメリットがあるんだけどいつでも止められるってことが集中力悪い影響を与える場合があるんですその点ライブ講義の場合だと止めることはできません聞かなきゃっていうふうになるんですよ でも思います聞きそぶれたらどうしようってレックの生講義の場合実は結構早い段階で通信でも聞けるようになっていますまたその当日休んだ場合でも翌日にはその動画が上がるようになっています休んでもすぐにフォロー聞きのめ伸ばしてもすぐフォローができるようになっているんですですからその点は安心してください そしてリアルタイムは質問もです生クラスの方講義が終わった後もちろん教室内で質問できますそれだけじゃなくて同時中継自宅でのズーム配信その方々の講義が終わってだいたい20分から30分後電話での質問を受け付けていますまさに教室で講義を聞いてそこで質問をする そういう感覚ができるようにしているんです。もちろんそれ以外でもオンラインでも質問対応しています。オンライン上でまあ質問を投稿する掲示板に投稿するようなイメージ。でそうすると私が大体まあ早ければ翌日遅くても2日目以内には回答しております。最後に今一度 この動画で言いたいことっていうのは、司法書士の講義、平日聞けます。そしてリアルタイムで受講できます。そしてもちろん質問もできます。ぜひ司法書士の講義考えている方、この前日課講座も選択肢の一つに入れてみてください。動画の視聴ありがとうございました。もっと詳しい話をガイダンス等で行ってます。 ぜひいらしてくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました